イエーイ星、チャップマン料理研究部部長のチャップマンまさきです。今回は前回もやったみずみず肉をですね、クックパッド のレシピコンクールの方に出すために、あの著作権ものがちょっとダメということで、ワンピース要素をちょっと抜いた感じでもう一回出そうかと思っております。それでは今日もよろしくお願いします。それでは早速みずみず肉作っていこうと思います。前回はパンチェッタの方を使いましたが、今回はさらに手に入りやすいこのレコのブロックの方を使っていきます。こちらをさいの目切りにしていきましょう。まあ、ベーコンは結構油とか出てきますから、結構旨味がお肉の中に広がるかと思います。そして鶏肉ですね、こちらも粗くちょっと切っていきましょう。前回のように最初から切られてるやつでも全然構いません。まあ、この粗さは結構お好みになりますね。まあ、いろんな食感があった方が美味しく仕上がります。切った材料はすべてボウルに入れて、ここにひき肉の方も合わせていきます。そしてこのボウルを氷水に当てて冷やしながら練っていきます。マジックソルトですね。そして味塩コショウを入れていきます。マジックソルトを入れることでいろんなハーブを入れる手間を省いているという感じです。このまま粘り気が出るまで練っていきます。粘り気が出てきたらここにスパイスの方を入れていきます。僕はナツメグとオールスパイスと、そしてタイムの方を入れました。皆さんここはお好みでいろんなものを試してみてください。あと水分を中に留めるためにお麩ですね、こちらの方も混ぜながら潰して混ぜていきます。そしてここにつなぎになる卵を入れていきます。そして隠し味というか味に深みを出すための黒ビール、こちらの方も加えていきます。さらに鶏肉のゼラチン質を高めるために、ここにパールアガーというゼラチンを入れていきます。さらによーく混ぜたらラップを2枚重ねにして、ここに 200g ずつぐらいのお団子にしていきます。ラップだけでは少し心もとないので、さらにこれをビニール袋の中に入れていきます。だいたい今回の分量で3つ分ぐらいできるかと思います。まあみずみず肉にできるのが2つ分ぐらいなので、1個はただの皮なしのソーセージみたいなものを作っていきます。こちらは後で派生料理のみずみず肉のバーベキューの方を作っていきます。ラップに入れたお団子をビニール袋でさらに補強して電子ジャーの中に入れます。ここに70度以上から80度以下のお湯ですね、こちらの方を注いでいきます。そして落とし蓋をして浮かないようにしてあげてください。こちらを炊飯ジャーにセットして保温で1時間ぐらい置きます。1時間経過したらみずみず肉のお団子の方をジャーの中から取り出していきます。冷蔵庫に入れて冷ましておきましょう。完全に冷蔵庫の方で冷えたら、水で濡らしたライスペーパーで包んでいきます。この時袋に残ってるゼラチンとかもちゃんと載せてあげてください。それではみずみず肉の外側の皮の方を作っていきます。普通に考えて牛の盲腸とか手に入らないですからね。みんなが再現できるように今回は豚のバラ肉で再現していきます。鶏の皮とかでもいいんでしょうけど、ちょっとそれだとちっちゃくなっちゃうかなっていう気がするので、今回は豚バラを編んで皮にしていきます。この長い豚バラ肉を縦横縦横にお肉が包めるようなサイズまで
格子状に編み上げてあげてください。編み終わったらこの隙間から肉汁が溢れてないように中にさらにお肉で補強していきます。まあ、薄切りの豚ロースとかあと細切り肉とかそういうのをうまく使ってあげてください。広げ終わったらここに味塩コショウの方をしていきます。さらにここにお肉を柔らかくする香草オイルの方を使っていきます。お肉を柔らかくする香草オイルはこのチャンネルのオリジナルの調味料でお肉をめちゃくちゃ柔らかくすることができます。まあそれがない方はあの塩麹とかで代用が可能かと思います。まあここまでは柔らかくはなんないと思いますけどね。真ん中にお肉を置いて中央にこう寄せていく感じで茶巾を作っていきます。こういう感じですね。そしたら紐で縛っていこうと思います。紐は罠結びと言われる結び方で結んでいくと、まあ、結ぶのが楽かと思いますね。あのこの輪の大きさを調整できる結び方です。こちらを大きいままかぶせてすぼめていけば簡単に結べるというわけです。ほらね、2個目は別アングルで高速回転で回していきます。結ぶところがちょっと不安だなと思った時は細切れ肉とかで補強してあげるといいかと思います。周りにもちゃんと味塩コショウで味をすると美味しくできます。最後に霜で引っ張って持ち上げられれば大丈夫ですね。それではこの残った材料で作った皮なしソーセージ、こちらの方も加工していきます。まあ、細切り肉の方が残っちゃってるのでこちらを周りに巻いていこうかと思います。濡らしたライスペーパーに残った細切り肉を広げて真ん中に置いて巻いていくっていう感じですね。これ細切れじゃなくて生ハムとかにするとそのまま食べれちゃう、まあ、なかなかの優れものになると思います。それではみずみず肉の方を焼いていこうと思います。周りに塩コショウをして軽く、まあ、小麦粉とかを振ると味がのりやすくなるかなと思います。そして周りに生姜焼きのタレとかあの、まあ、焼き鳥のタレとかお好みのものを塗ってあげてください。まあ、僕はいろいろ試したけど生姜焼きのタレが一番美味しいかなって気がしますね。一番照りが出るのはやっぱり焼き鳥のタレですね。焼肉のタレでもいいんじゃないかなって気はしますよね。こちらをこのクッキングペーパーで包んだままオーブンで焼いていきます。とりあえず200度で20分ほど焼きます。おっと忘れてました。あとはアルミ箔でこうやってちょっとお皿を作ってその中にザラメを入れてあげてください。その上にほうじ茶を乗せてオーブンの端っこの方に入れてあげれば中で軽く燻製されます。では焼いてる間にさっきの端っこの皮なしソーセージの方を加工してみずみず肉のバーベキューを作っていこうと思います。お肉の断面はこういう感じになりますね。あのチキンガランティンとかそういうものと同じような感じ想像してもらえればいいかと思います。さっきも言いましたけど周りにこれ生ハムとか巻けばもうそのまま焼かなくてもかぶりつくことが可能です。そして今は新玉ねぎが旬なのでこちらの方を刺してみずみず肉のバーベキューの方を作っていこうと思います。串が刺せるぐらいの厚さにカットして刺していくのがポイントですね。あとは全部いい感じに作ってあげてください。
すいません、このためだけにいつもの岩谷の炙り屋で炙るのもちょっと面倒くさかったので、今回はフライパンで焼いていきます。途中で蓋をしたりして上手に火を入れてあげてください。そして焼き鳥のタレの方を塗っていきます。よく塗ったらひっくり返して、この焦げた感じとかもいい味付けにしながらもう一回焼いていきます。それでは焼き上がったのでお皿の方に並べていきましょう。はい、これでみずみず肉のバーベキューの完成です。ちょっとかっこいいかなっていう感覚だけでストーンプレートをセレクトしてしまいましたが、完全に皿のチョイスを間違っていますね。もうソースが横に流れまくってそれを抑えるので大変になってます。それでは早速食べていきましょう。いただきます。モグチャップモグチャップ、柔らけー。そんな感想より横に流れてるソースの方が気になってしょうがないです。いや、これマジでクソうめえ。僕ぐらいの年になるともしかしたら肉で巻くよりこっちの方が全然美味しいのかもしれないですね。もう普通にご飯のおかずとしてありです。こっちの方でクックパッドのレシピエントリーしておいた方が良かったのかもしれないですね。ちょっと後悔してますが、その辺は上場酌量してもらえる余地ってあるんでしょうか。後日みずみず肉のバーベキューのレシピも上げておこうかと思います。もう周りに流れるタレが気になってしょうがないので、もう諦めてお皿を移し替えます。もうこの新玉ねぎとの相性も抜群にうまいですね。これはもうぜひ皆さんにも試していただけたらと思っております。そうこうしている間に20分ほど経ちました。ちょっと周りのソースの方がまだいまいち照りが出てないので、さらに追いソースをして照り焼きみたいな感じにしていくかと思います。生姜焼きのタレを軽く片栗粉でつないでお肉にもっと味がのるようにしました。さらにもう一回塗って焼いていきます。さらに10分焼きました。焼き上がったのでソースの方を一回鍋の方に移します。お肉の方を取り出して、もう一度ソースだけ温め直してつなぎます。それをお肉の上にかけてあげればみずみず肉の完成です。ダメですよ、2つあるからってって言っちゃう。なんだかもう紐で持ち上げて遊びたくなっちゃいますね。これきっとお子さんは喜ぶんじゃないかな。前回は焼きたてを食べて大失敗したので、今回は十分に素熱を取ってから食べようかと思います。それではいただきます。前回やけどしてるからちょっと躊躇しますね。モグチャップモグチャップ、柔らけー。そんな感想しか出ないですよね。これは
もう本当にこれはクソうまいので、皆さん作って試してみてください。きっとお子さんも大喜びするかと思います。もうジューシーなご飯のおかずといったらみずみず肉しかないでしょう。そうやって言われるぐらいのレシピだと思います。皆さんぜひ作ってみてね。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。今回はクックパッドのレシピコンクール用の動画になりますので、いつものようにレシピ掲載はされておりません。クックパッドの方で今回のこのみずみず肉のレシピ探してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。